BYD@3 で比叡山まで長距離ドライブしたら。こんにちは、皆さん。いつもご視聴ありがとうございます。今回は1ヶ月間ですね、 BYD の電気自動車 AT3 をお借りしてまして、その間のですね、長距離ドライブを皆さんに動画でお伝えしたいと思います。まずはですね、今回は私の地元から滋賀県のですね、愛知県から滋賀県の比叡山まで、お参りを兼ねてですね、行ってきました。で、往復ですね、だいたい400キロぐらいですね。で、こちらの AT3 の航続距離は満充電で、カタログ数値ですと470で、満充電にすると470っていう 数値が出るんですけども、実際にですね、走らせてみるとどうやら350から360、70、そのぐらいが実力値なのかなっていう気がします。それでですね、400キロってことなので、一回ですね、途中でですね、日産によりまして、30分間充電しました。それで、その後は無給電で自宅まで帰ってこれたので、まずのですね、使い勝手かなって思います。400キロの道のりの中で、比叡山はですね、山の上の方にありますので、峠道をやっぱり一部通らなければならないので、それも兼ねてですね、皆さんに今からですね、峠道をですね、走るところ、工程をですね、見ていただきますので、ぜひですね、ご覧ください。さあ、これでですね、比叡山の延暦寺というところをですね、ドライブインまで来ました。先にお金払うのかなと思ったら、そうではなく、カードをですね、通行券カードをですね、取り出して、それで後で精算って形になるみたいです。さあ、これまま、ここからですね、ナビの方を見ていただくと分かるんですけども、結構山道でくねくねとしております。ドライブウェイなので、道は整備されてまして、アスファルトでちゃんと綺麗に整備されてますので、走りやすかったんですね。ちょっとですね、雨がパラパラっとしてた時がありましたが、まずまずのコンディションで走り抜けたかなと思います。で、ナビの地図なんですが、 Android Auto っていうのをですね、無線でつなげて、インダッシュパネルですね、オンダッシュパネルっていうのかな、で、モニターで出してます。無線なので、本当にね、線がないので結構すっきりとした感じで接続できてスムーズでしたね。Android Auto 自体はですね、有線っていうのが一般的だったんですが、だいたい今時の車は無線でつながるようになっているみたいですね。動画とかはですね、再生できないんですが、音楽とかからこういった地図とかっていうのは普通に無線でできますので、すごくね、楽ですね。スマホをですね、取り出さなくてもポケットに入れたままの状態で運用できますので、すごく楽ちんでした。で、 BYD@3 はですね、タイヤもですね、太かったんですが、乗り心地がですね、いいんですよね。よくある、台形タイヤの、台形ホイールのタイヤで、扁平率が45とかっていうタイヤになると、どうしてもですね、路面からのね、突き上げ感とか、道の状態によりますけども、結構ゴツゴツした感じ、そういう印象がね、あるんですが、
アット3はですね、サスペンションがね、もともと柔らかいんだな、じゃないかなと思います。なので、この段差を乗り上げるときとか、不意な段差とかね、であっても、まあ、道の道路のくぼみとかでもですね、結構、スムーズに乗り越えてくれるという、結構、乗り心地に関しては、合格点っていうか、もう本当に、もう文句のつけようがないぐらい乗り心地がいいと思います。まあ、この手の車にしてはいいと思いますね。かといって、スポーツ走行ができないかっていうと、そうでもなく、一応ね、懐が太いかな。結構段差乗り越えるときでも、うまくこう、ショックがこう効いてくれて、ドライバーにね、かかるこの負担っていうのが少なくなってる。これはですね、後ろの席に乗ってても、全然、乗り心地悪くなかったりするんですよね。マルチリック系のね、サスペンションが、おごられてるっていうのが、一つ、特筆すべき点かなって気がします。前輪はですね、皆さん大好き、おなじみのマクファーソン式ですね、ストラットですけど、後ろはですね、マルチリンクになってますね。トーションバーではなく、マルチリンクなので、その辺のコストがですね、相当かかってるっていうのも、伺いますね。その辺が、後ろの席に座った時に、ちょっとこう、違いがわかる。運転してる人はあまりわからないけど、後ろの席座るとですね、トーション式のね、バネと、サスペンションの形式と、マルチリンクとでは、やっぱり、マルチリンクの方が、なんかこう、乗り心地がいいっていうか、っていうか収まりがいいような感じがね、しますね。この辺はこのアット3の場合は、コストがそれなりにかかってるのかなって気がします。このアット3のもう一つ小さいタイプ、ドルフィンっていうタイプがあるんですが、こちらもですね、同じ電池 を使ってるタイプのであれば、それがマルチリンクになってまして、もうちょっと安いタイプがあるんですけど、その安いタイプになると、トーションバーということで、その辺はね、グレードの差別化がされてるみたいですね。で、センターパネルはね、ドルフィンでも、アット3でも同じものを使ってます。で、ここでちょっとね、鋭い方はですね、もうお分かりだと思いますけども、センターメーターでなくて、ハンドルのところの奥についてる、ドライバー用のですね、メーターがあるんですけど、そのメーターがですね、幾分かですね、左側に傾いてついてるみたいです。これ多分ね、工作精度が悪いだけだと思いますけども、ちょっとね、気になっちゃいましたね。平行についてるのが普通なのかなって気はしますけども、なんかこう、傾いてるんですよね。よく見るとね、わかるんですけども、パッと見はちょっとね、気づかないんですけど、なんかちょっとこう、斜めについてるのかなって気がしないでもないですね。これはですね、試乗車乗った時には良かったんですよね。で、この車を貸していただいた時に、あれ?と思ったんですよね。やっぱりなんかちょっと違和感がそこで生じてしまった。大差っていうのがあって、こうメーター傾いた状態で、検査が OK になった、通るっていうのが、ちょっとその辺は、そちらのね、メーカーさんの方の品質基準はこれで良しとなるわけですかね。その辺はですね、ちょっと日本車とのクオリティの差っていうのは、やっぱりちょっと否めないかなって気がしました。
まあ、一番あの目につくところって言ったら、まあ、あの運転してる時に見るところなので、まあ、どうでもいいところはいいんですけども、まあ、やっぱりメーターはやっぱりね、まっすぐついてる、ついてて欲しかったなと思いますね。ずっと付き合ってるわけですからね、この、あの風景にですね。まあ、その辺はちょっとね、あの残念なところはあったんですけども、まあ、皆さんのね、アート3はどういう風になってるかわかりませんけど、まあ、私がお借りしたタイプですね、は、あの、そんな感じでした。あの、試乗車の時にはですね、昨年乗った時の試乗車の時には、あのしっかり真ん中にあの傾いてない状態の個体だったので、まあ、普通に当然だっていう感じですよね。何にもこう、あの、気にも留めてなかったんですけどね。こちらの車を手にした時には、そういうふうにね、あの、第一印象が、あれ傾いてるなっていうのがね、分かってしまったので、まあ、それがずっと頭から抜けきらない状態で、ね、悶々としている状態ですね。あと、皮巻きのステアリングは、こちらは多分合成皮巻きになってますね。最近のプリウスとかでも合成皮巻きなんですよね。本革じゃなくて。やっぱりね、本革だと、あの、いい皮を使うといいですけど、そうでない皮を使うと、すぐね、ボロボロになってしまったり、まあ、10年ぐらいね、乗ると、やっぱりもう、こう爪で引っかかったり、引っ掛けたりしてね、ボロボロになっちゃって、色が抜けちゃったり、カサカサになったりするかなっていう感じで、やっぱり、合成の方が、あの、水分をですね、あの、吸収の関係かちょっとわかりませんけども、耐久性があるってことなんですかね。まあ、確実に本革の方が、上質な本革を使った方がいいと思いますけども、まあ、この辺はあの、皮巻きといえどもね、合成なのか本革なのかでだいぶ変わってきます、ね。まあ、スポーツカーやなんかは、あの、スウェード調の、あの、ぬめったした感じのね、あの、ものを使ってますので、まあ、それはまた別ですけどね、革の場合はですね、合成と本革がありますので、その辺をね、あの、まあ、触った感じ、あの、フィーリングがいい方をね、あの、選べればなと思ったんですが、まあ、こちらの方はですね、合成革巻きということで、まあ、耐久性があれば、その方が、それはそれでいいと思いますけどね、本革に、あの、こだわらなくてもいいのかなって気はしますね。ただ、最近の傾向として、あの、本革ではなくて、合成革巻きが結構、あの、いろんな車種でも増えてきたので、その辺がちょっと、あれですかね。私のね、乗ってる、あの、足にしてる日産デイズは本革巻きなんですよね。まあ、軽自動車で本革巻きなんですけども、でピクシスですと、合成革巻きですね、やっぱり10年ぐらい経つとね、その辺の、あの、多分変わってくるのかなって気がしますけどね。さあ、そんなこんな言ってるうちにですね、比叡山の方に駐車場に着きまして、これから入場料を払って、延暦寺の方をね、お参りしていくわけですが、別に私、あの、仏教徒でも何でもありませんので、あの、もちろん、何かの宗教に入ってるわけでもないです、ね。なので、まあ、あれですけども、まあ、一般的にですね、まあ、こういう観光地的なところっていうのをね、あの、まあ、見るのも悪くないので、うん、まあ、お約束程度にですね、あの、いろいろね、あの、散策してきました。やっぱりね、こういう聖地と言われるようなところはですね、あの、結構、あの、皆さんね、足運ばれてると思うんですけども、別にね、あの、新京都でも何でもないので、まあ、よくわからないんですけども、まあ、歴史がですね、まあ、歴史なだけにですね、いろんな、こう、まあ、一般常識的なことも踏まえて、こういうようにね、お城巡りだとか、こういうお寺さん巡りだとかっていうのは、私はですね、あの、まあ、それはそれで良きことかなと思って、あの、まあ、自分のね、あの、見識を高める上でもですね、
まあ、一度見て、日本人だったら見ておくべきところ、言っておくべきところっていうのがね、まあ、あると思うので、まあ、自分の行ける範囲内でですね、こういうところをですね、散策したりするのも、まあ、ちょっとしたね、気分転換になっていいのかなって気がします。まあ、ここはですね、除夜の鐘で有名な、鐘もね、今前方に見えてますけども、そちらの方がですね、108回ですね、108回、除夜の鐘がですね、大晦日になると、叩かれるそうですね。さあ、これで、お賽銭を投げてですね、お参りしてきました。中はですね、撮影禁止なので、まあ、外からの映像だけでご容赦ください。これがですね、除夜の鐘ですね。叩くとですね、叩いてもいいのでって感じで、叩くこともできるんですよね。これが円楽寺のですね、本堂になりますね。荘厳な感じがですね、醸し出されてて、すごい、まあ、すごいなと思いますね。建築的にも、その、価値があるものだと、まあ、素人ながらですね、思います。ね、除夜の鐘をですね、叩いてる方もね、見えました。さあ、ここで、水で清めるということですね。ここで延暦寺を後にして駐車場の方に向かいます。ちょうどですね、行った時間がですね、閉館ギリギリだったんですよね。なのでもう本当に人がもう帰った後みたいな感じの、で本来ならね、もっとうじゃうじゃ人がいるんですけども、まあ本当に閉館間近ってことで、まあ結構ゆったりとね、拝みました。このいろいろこの宗教のね、宗派のその開祖の方たちのね、まあ、いきさつやその概要とかがこう看板でこうずーっとこう散策路に書かれてますね。結構ね、お金かかってると思います、これ。まあ、すべてね、本当かどうかは別にしてですね、こういった歴史に触れるっていうのもね、いいことかなと思いますね。はい。それではですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録、高評価ボタンも押していただければ幸いです。今後もですね、こういう車関係の動画もね、どんどん上げていきたいと思いますので、もしよろしければ次回もですね、お付き合いください。ほぼですね、釣り動画チャンネルみたいになってますけども、車関係もしっかり上げてきますので、今後ともよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ありがとうございました。